ザイオン・ラティーフ・ウィリアムソンは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州ソウルズベリー出身のバスケットボール選手。NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。ザイオンは、アメリカンフットボールのディフェンスで高校の全米選抜に選ばれた父と、陸上の短距離選手で中学校の体育教師で、会った母との間に生まれた。バスケットを始める前は、 野球とアメリカンフットボールのクォーターバックでプレーしていた。そして5歳からバスケットボールを始め、母がコーチをするチームでプレーをする。その後、ママ父であるリー・アンダーソンがポイントガードとしてのスキルを教えている。地元のスパルタンバーグで高校に進学。1年生から頭角を表し、3年時には36.8点、13リバウンド、3スティール、 2.5ブロックをマーク。4年には36.4点、11.4リバウンド、3.5アシストを記録。マクダナルズ・オール・アメリカン、ナイキ・フループ・サミットにも選出された。デューク大学に進学した。デューク大学時代プレシーズンマッチのライアソン、大学戦で、デューク大学のデビュー戦を迎えた。その試合でいきなり、ダブルダブルとなる29得点13リバウンドを、 マーク。スリーポイントも3本決めるなど、衝撃的なデビューを飾る。シーズンに入ってもその勢いは止まらず、1試合平均22.6得点、8.9リバウンド、2.1アシスト、1.8ブロック、2.1スティールを記録。フィールドゴール成功率68.0%は、NCWA ディビジョン1において2位の記録であり、1年生としては、 史上最高を記録した。2019年4月15日に NBA ドラフト2019へのアーリーエントリーを表明した。2019年6月20日に行われた NBA ドラフトにおいて全体1位としてニューオーリンズペリカンズに指名された。プレシーズンでは4試合に出場し、 平均27.2分23.3得点6.5リバウンド2.3アシスト1.5スティールをマーク。フィールドボール成功率は圧巻の71.4%という高確率を残していたが、10月13日のサイアントニオスパーズ戦で右膝を負傷。半月板の損傷で手術を受けることになり、復帰まで6から8週間とされた。 1>, 1月22日のスパーズ戦で初出場し、18分18秒を通して22得点、7リバウンド、3アシストという上場のデビューを果たした。2月28日のクリーブランドキャバリアーズ戦で24得点を決め、NBA 史上初めて10試合連続20得点超えを記録した10代の選手になった。この活躍により2月のルーキー・オブ・ザ・マンスに選出される。 最終的には13試合連続まで伸ばし、3月1日には自己最高の35得点をマークした。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により3月11日から4ヶ月半のシーズン中断。7月30日の再開後、自身は出場時間の制限し、チームはプレーオフ争いから脱落してシーズン終了。 最終的に二十四試合の出場に止まったが、平均二十二点五得点、六点三リバウンド、二点一アシスト、シュート成功率五十八点三パーセントの成績を残した。ルーキーで、平均二十得点、シュート成功率五五十パーセント以上を記録したのは、シャキー・ロー・ニール以来史上二人目の快挙である。新人王投票では三位に終わったが、受賞したジャモラント以外で、 唯一の1位表を1票獲得した。2年目の2020から21シーズンは開幕から健康を維持し、前年から大きく成績を伸ばした。オールスターにリザーブとして初選出され、当日に新型コロナウイルス安全性プロトコルの問題で欠場となったジョエル・エンビードに代わり、先発出場した。身長201センチメートル。 体重1 2 9キログラムという規格外の体に高いスピードや跳躍力を備えており、ケビン・デュラントから1世代に1人のアスリートと表現され、ある大学のコーチは彼を自然の奇跡と評した。本来は左利きだが両手を使うことができる。豪快なダンクシュートが持ち味で、巨体にもかかわらず、フリースローレーンから決めることができる。また、 何度かリングを破壊している。ボールハンドリングのミスからのターンオーバーが多いことが改善点の一つされる。ありがとうございます。